それではご質問とあれば。はい。発表事項について言って、今夜のまたすごいのなんですが、事実について言って、発表事項については、5G なんですけれども、まあ、今週からの調査は難しいとは言われているんですが、もしも情報として、その開始時期とか、エリアダメージとか、富山県がどうなっているかというものを、もしお持ちであれば、お伺いできればということがあります。知事選についてですが、12月にもお話ししましたが、年末年始挟みまして、またいろんな方と意見交換されたと思いますので、改めて知事選への知事自身の考えをお伺いしたいというのと、自民党県連が自己確認をするというふうに言っておられますので、その、まあ、時期などもももし決まっているのであれば、まず5G 基地局が、最初の質問はですが、いつ設置される見通しかということですか。まあ、これはね、残念ながら何とも言えないんですね。まあ、私どもというか、富山県としますとね、まあ、新年度始まったらできるだけ早くと思ってますけれども、まあ、これは4つの事業者の方々のもちろん判断もありましょうし、まあ、今の段階で私がいつ行くかっていうのはちょっと申し上げにくいなと。ただ全国知事会の中でもこの 5G について一番熱心に取り組んでいる県の一つだと思いますんで、まあ私の、まあ、期待を込めてですが、通信事業者の方々もですね、まあ、富山県が今の今度ワンストップ窓口を設けたことでもお分かりいただけるように、まあ、この問題に非常に熱心に取り組んでいるというふうには受け止めていただいていると思いますので、まあ、早期に、まあ、開始していただけるものをいただけるんじゃないかと、まあ、期待をしているということで、お答えにさせていただきます。それから、まあ、知事選挙についてのご質問ですけれども、まあ、この間も申し上げましたように、まあ、県内の、まあ、経済界とかですね、まあ、農業団体、あるいは女性団体とか、医療関係とか、まあ、いろんな方々の、まあ、代表的な立場にある方が、まあ、参加された流産会の、まあ、12理事会で、まあ、ぜひ5期目を目指すべきだと、目指してほしいという、大変、まあ、強い、また、そういう、まあ、激励といいますか、要請をいただきましたので、まあ、これはですね、まあ、私としては重く受け止めておりますけれども、ただ年末にお話したように自由民主党県連も、まあ、この10月ぐらいからですね、いろいろ各支部などのご意見も聞かれて、まあ、選考作業というのか調整作業というのかなさっているということでありますから、まあ、そうしたさなかでもあるということもございます。また、また幅広いですね、まあ、県民の皆様のご意見を、に耳を傾けるが必要があると、こういうふうに思ってますので、まあ、今の段階でですね、まあ、出馬するとかしないとかということはもちろん申し上げる、時ではないと思いますが、ただ年末年始ですね、まあ、例えばお正月のお宮参拝なども、行きましたけれども、大変全くご面識のない県民の皆様からもですね、わざわざ駆け寄ってきて、ぜひですねご決め、を目指してほしいと言って激励してくださる方、握手して、くださる方なども、まあ、非常に少なからずというか、
相当な方々からそういう激励もいただきましたので、まあ、そうした皆さんの声ということも、まあ、大事にしてですね、まあ、今後対応していきたいなとこういうふうに思っております。自民党権力の合格の方は、まあ、これはね、どう言ったらいいんでしょうか。なんか大変県連の方で、そのことについて大変いつヒアリングするとかいったことも含めて非常に厳重にですね、非公表というふうにされているようでありますので、私からはお答えするのは差し控えたいなと、まあ、むしろ必要なら県連にお尋ねいただければと思います。はい、他にいかがでしょうか。財務省の加藤和之です。また知事選に絡んでの質問になってしまうんですが、はい、改めてこれまでの任期を振り返ってですね、知事が終わりになってきた事業ですとか政策対応策、さまざまなものがあると思いますが、知事だからこそこうできた、まあ、上位3つを挙げるとすればどんなものになるんでしょうか。その理由とともに教えてもらえますでしょうか。あの3番目からお願いします。おっしゃる意味はこの15年の間っていう意味ですか、はい、で3つ、ああで3番目から、はい、いやちょっとにわかにそう言われても困りますね。まあ一番印象に深い話から順番の方がいいんじゃないですかね。まあやっぱり15年振り返って、まあ、私だからとかそういうことはともかくとして、大変印象に残っておりますのはですね、やっぱり県政を引き継がせていただいたときに、まあ、ちょうど三位一体改革の影響もあったと思うんですけれども、まあ、400億の、まあ、財政構造赤字を抱えているということが、まあ、財政点検して、まあ、分かったということ。それからもう一つは、まあ、私が知事に就任して翌年にはですね、嬉しいことに、北陸新幹線の金沢までの認可着工ということになったんですけれども、と同時にですね、まあ、大変当枠というか重くのしかかってきましたのは、県内の事業費が7000数百億で、その3分の1の県が県の負担ですから、まあ、ざっと2400億近いお金をですね、ほぼ10年で払わなくちゃいけないと。で、400の財政構造赤字を抱えて、かつ新幹線の負担金を10年で2400億近く払うということは、まあ、当時私が県民の皆さんからいただいてた税収が1100億台だったと思うんですね。ですからこれはまあ正直大変な財政危機だなというふうに思いましたので、まあこれまあこの問題はやっぱりオープンにしてですね、県民の皆さんのご理解もいただきながら、この危機、財政危機をですね、また職員の理解も得ながら進めなくちゃいけないということで、まあ取り組む、まあこれは、まあ、直ちに取り組んだわけですけれども、まあ、おかげで、まあ、最初の頃は職員の組合の皆さんと団体交渉も確か3度近くぐらいやったかと思いますが、まあ、だんだん理解が深まってですね、まあ、最終的には今では3年前になるのかな、だいたい3期12年で財政構造赤字はゼロにできて、新幹線の負担金も、まあ、払い終えることができたと、まあ、これはやっぱり何といっても、まあ、印象深いことだったと思います。まあ、2つ目はですね、まあそうですね、いろいろなことがあるので、どれとなかなか言いにくいんですけれども、まあ、まあ、同じく税財政の問題でありますけれども、やはり東京、首都東京にですね、何としても税収があまりにも集中しすぎると、
でこの状態だと日本全体がですね、まあ、均衡の取れた発展も難しいですし、それから地方創生といっても絵に描いた餅になると。また東京のことを考えてもですね、東京都民は世界で最も災害リスクの高い地域に、まあ、住んでいらっしゃる、働いていらっしゃることになるので、まあ、過密の弊害をやはり是正する必要があると。まあ、そこで一つは税収の中でも一番集中しがちになる法人関係税のですね、地方法人課税の、まあ、偏在是正ということに取り組みました。まあ、何回かやったんですけれども、まあ、直近では、まあ、小池さんが都知事になられてから、まあ、石原さんの時代も舛添さんの時代も大激論をして何回かやったんですけど、直近では小池都知事といろいろ議論をして、まあ、ご承知の通り、まあ、今度の、まあ、予算ではっきりしましたが、東京都に集まりすぎの税収を4200億、まあ、減らしてですね、その分を地方に、まあ、交付税として配分すると。でそうすると地方は全部で4200億プラスになって、で富山県大体50億ぐらいと。でただこれもともとが都道府県の地方法人課税の分ですから、本当は全部県で配分という考え方もあるんですけれども、まあ、いろいろ考えまして、やはり、半分は市町村に交付してですね、県と市町村が連携しながら地方創生、地域再生をやる、そういう形にした方が最も円満というか円滑にいくんじゃないかというふうに考えて、そういう、まあ、スキームにしたということ。合わせて、まあ、これも3年ほど前からですが、まあ、税収が集まりすぎるのはですね、もちろん政治や経済、金融、いろんなものが東京に集中しているからですけれども、もう一つは大学が集中している、学生さんが集中しているということが大きい。そこでですね、地方大学の振興、地域産業創生の有識者会議、まあ、これは私が働きかけたから作ったとまでは言うと言い過ぎですけれども、まあ、そういうことを背景に作っていただいて、かつそのメンバーに私を選んでいただいたと。でその場で、まあ、東京に本拠を置く大学関係者の方とも大激論もしましたし、まあ、それから東京に立地する大学といっても国立公立のものもあれば私立のもあるわけで、まあ、散々議論をしましたが、最終的にご理解いただいて、ご承知の通り、まあ、東京23区にですね、今後、まあ、大学生の定数がこれ以上増えないようにするという法律まで作っていただいて、と同時にですね、それだけではバランスが悪いですから、地方の大学を振興すると。でそのためのプロジェクトを作って、まあ、一応今年も確か97億円でしたかね、100億近い予算措置をしてもらって、で富山県には、まあ、それでもそういう仕組みを作ってもらったのはいいんですけど、その対象プロジェクトは全国で、まあ、せいぜい10カ所ということでしたので、まあ、それに選んでもらいたいということで、まあ、医薬品をテーマにしてですね、まあ、幸い今では一昨年の10月に選んでもらえたと。でそのことで富山大学や県立大学も随分活性化したと思いますし、そのことによるきっかけで、まあ、国際的にも著名な学者が富山にこれまで以上に来てくれたり、からサマースクールをやると、今まで富山にほとんど関心のなかった、
相当著名な大学の学生さんもサマースクールに来て、でそういう中で富山で就職する人なんかも現実に出てきたと。これやっぱり幅広い意味での東京一極集中是正、それは税財源の面、合わせて大学立地、地方大学の振興の面、こういうことがにまあそれをしっかり議論して取りまとめる、まあそういう立場の一人にしていただいたというのは良かったなと思います。まあ3点目というとあれですが、まあいろんな思いがありますけれど、やっぱりそうですね、まああえて言えば例えば立山黒部世界ブランド化、世界で最も美しいワンクラブ世界総会で、立山黒部のブランド化の一環としてですね、長い長い間の懸案であった黒部ルート、関西電力さんが管理されている黒部ルートですね、本当にまあ岩盤のように閉ざされてたわけですけど、まあこれをですね2024年度から一般開放すると。で今も安全対策は昨年からも始まっていますので、それは着実に進んでいると聞いてますから、まあこのこともですね、まあ大変印象深いなと思っております。まあというようなことでお答えにさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。では他、はい、富山新聞の方です。はい、権利施設について少しお伺いしたいんですが、多目的の武道館について年明けにも行使予定という話が、まあ、先日の検討会の方で出ていましたし、西部の方では高岡テクノドームについて年末の2回の方で大幅改修というところで、いずれも鶴岡海洋までにということだったかと思います。これの進捗と今後の進め方についてお聞きしたいというのが1点です。もう1点はすいません、また知事選に関連して申し訳ないんですが、まあ、先ほども森市長の定例会見の中でですね、市長の方が、まあ、自身の後援会長でもある新田さんの指示を明言されまして、まあ、もちろん応援したいと明言されました。これについてその県との首長が、まあ、新人の支援に回る意思を明確にしてたということ、これの受け止めをお伺いしたいと思います。以上2点よろしくお願いします。はい、まず高岡テクノドームの、まあ、機能充実というかですね、まあ、これについてはですね、まあ、11月議会でも、まあ、ご答弁いたしましたけれども、まあ、テクノドーム周辺は、まあ、新高岡にも近接していますし、またご承知の通り、大変もともと大型のショッピングセンターでしたが、さらに大幅に、まあ、増床されて、まあ、大変にぎわいのある地域になってますし、まあ、今後もですね、そういう意味では高岡、ひいては県西部の拠点的な場所になっていくと思われます。まあ、そういう場所でありますから、まあ、高岡はじめ県西部の活性化ということを考えると、高岡ドーム、テクノドームのですね、まあ、機能事実を思い切って測るということが、まあ、必要かなと思っております。で同時にですね、新幹線の敦賀開業は3年後ということでありますから、それまでにはですね、このテクノドームの機能拡充を実現してですね、まあ、高岡が、まあ、うかうかしてますと富山だってそうでないとは言えませんが、敦賀開業で富山県内の、まあ、高岡駅なりが、まあ、通過駅これまで以上にならないようにですね、その高岡なりの、まあ、拠点性を高めるという意味でもですね、なるべく急ぐ必要があると思ってますので、まあ、できたら今月、まあ、いろんな方の都合もあると思いますが、
まずは今月中ぐらいにはですね、1回目の検討会をスタートさせたいなと思っておりまして、なるべく速やかにですね、大まかな方向を出して、でそれを受けた形でですね、予算編成にも生かしていくということに、していきたいなと思っております。でそれから、又山市長さんのご発言は私そばで聞いておりませんので、それをどうこう言うのは差し控えたいと思います。ただあの方はご自分でも実数5000やってらっしゃるのに、なんか知事は5000は良くないとおっしゃったり、なかなか独特のご見解の持ち主でいらっしゃるんで、そうかなということですね。それからさっき和井さんの質問でちょっと落としましたが、冒頭北陸新幹線の負担の話と400億の赤字の話を一緒にして申し上げたんだけど、行革はもちろん400億の赤字減らすのをやりましたが、もう一つ新幹線の方は言おうとしましたが、これは国の制度を見直してもらって、あまりにも東海道新幹線や山陽新幹線、上越新幹線、そういうものは全部国の資金でできたのに、作ってもらったのに、散々待たされた北陸の順番になったらですね、3分の1の負担を取るというのはあまりにもこれは不公平じゃないかということで、国にも制度改革を訴えて、最初は全然相手にしてもらえませんでしたけれども、ある霞が関の高官からはですね、霞が関にもいた石井知事が約束を守らんのかと言って厳しくおっしゃる方もおられましたが、だんだん理解者が増えてきてですね、で制度改正、交付税制度も改革をする、さらには JR が国に納める貸付料、これの活用も認めてもらう、さらにその前倒し活用も認めてもらうということで、3分の1の負担が実数10分の1になったんですね。で、いろんな計算の仕方がありますけれども、少なくとも620億余り県の負担が減ったと。ちょっと民主党政権の時代にもっとおかしなことになる恐れがあったんで、その場合と比較するともっと大きな負担軽減になったんですけれども、ということもあってですね、一番目に挙げさせてもらいました。いいですか。武道館はどういう質問でしたっけ。武道館を、新卒と今後の、これはね、細かな日程まであれですが、今月中には2回目の検討会をやることになるんじゃないかと思いますが、この次はね、立地場所をどうするかということが焦点の一つになりますので、そういうに備えて、どういう候補地が適切かということをですね、今実務的に検討しておりまして、2回目は多分そういうことが中心的なテーマになるんじゃないかなと思っております。で、逐次進めていきたいと。でこの武道館機能を有する多目的施設というのもですね、もちろんかねて武道館を作ってくれという強いご要望も受けておりますし、それから、せっかく武道館を作るなら、バスケットとかバレーとかいろんな他のスポーツもやるようにしてくれとか、コンサートなんかも開けるようにしてくれとか、いろいろご要望ありますので、そういうようなものに応えていく、これもですね、やはり新幹線の敦賀関与ということも念頭においてですね、なるべく皆さんの合意が得られれば、スピード感を持って進めていきたい、こういうふうに思っております。はい、お伺いします。はい、どうぞ。私も岡田です。知事
それから質問始め式の挨拶のところで一つ教えてください。挨拶の中で就職氷河期と引きこもりの問題について触れておられて、これちょっと印象深かったんですけども、このテーマにあえて触れられたというのは、知事自身のご意思だったのかということと、まあ、なぜこのテーマ、あえて年頭の挨拶に触れられたのか。まあ、あれですね。まあ、例えば富山県は SDGs 未来都市にもね、選ばれた。で、これは平成20年ですから、11年前に、まあ、いろんな議論があった中で、レジ袋の無料配布の廃止を全国で初めて県単位でやってきたとか、その後も小型家電のリサイクルとか、いろんなことやってきたことが認められて、SDGs 未来都市になったんですけれども、まあ、その未来 SDGs の理念の中にね、持続可能な開発目標、まあ、その中にはやはり、まあ、誰一人取り残さずにですね、やっぱり人々が一定の生活を水準を享受して、そして充実した人生を送るっていうのも目標の中に入っていますので、私はもちろん北陸新幹線とか東海道、東海北陸自動車道とか、そういった社会インフラも大事、それから国土強靭化、まあ、例えば神通側のですね、左岸の工事も去年から本格的にやるということになりましたし、こういったことも大事ですし、から産業政策も大事ですけれども、やはりまあ就職氷河期、富山県の場合は統計見るとそんなに多くないように見えるんですけれども、そういった世代の方、それから引きこもりなどの方で、これはまあ、プライバシーの問題などもあって、特に引きこもりの方などはなかなか実態が把握できないんですけれども、まあ、昨年の、まあ、秋も深まった頃からですね、まあ、実態調査を始めていますので、まあ、そういうものが、まあ、この1月中になるか、まあ、なるべく2月に入るかもしれませんが、取りまとまってきますと、そういった方々がですね、なんとかそうした方々に寄り添うような内容のですね、まあ、政策を何か打ち出せないものかと考えておりまして、まあまあ、国でもいろいろお考えだと思いますけれども、まあ、そういったことが念頭にありまして、富山県はまさに、まあ、SDGs 未来都市、 県全体がそうなったわけですから、まあ、環境問題とかそういうことにも引き続き努力する、まあ、また持続可能な観光振興ということにも力を入れる、で同時にですね、やっぱり人の面でね、まあ、今の富山県、あるいは将来の富山県になっていただく、そういう皆さんに、まあ、今引きこもっておられたり、就職氷河期でいろいろと苦労された方々にもですね、できるだけそうした、まあ、氷河期の方と引きこもりの方はもちろん内容はだいぶ違うと思いますけれども、まあ、それぞれにですね、まあ、チャンスを提供して、そして社会の、まあ、担い手としてね、それぞれに充実した人生を送ってもらいたいなということで申し上げたと、こういうことであります。支援団体でも取材してますと、知事は日向というか、まあ、明るいところを歩かれてきた方だから、こういった問題に関しては薄いんじゃないかと、ちょっと不安の声を出されたといらっしゃるんですけど、ただこの挨拶でどういったメッセージを出されたのすごく良かったなというか、感じたところがあります。2月、まあ、次出る当初予算、あるいは、まあ、ご姫もし続けられるのであれば、こういったテーマというのは前の本気を出して力をやっておこう、そういうふうに受け止めるはいはい、それはまさにそうだと思います。まあ、先ほどですから、 SDGs 未来都市っていうのはそういう要素もあると思うんですね、はい、やっぱり。で、私がもともと県知事に就任させていただいた時からの私が一貫してまあ、掲げている目標はですね、まあ、若い人もご高齢の方も、また障害のある人も
女性も男性もですね、みんな一人一人が輝いて働き暮らせる、そういう富山県を作っていきたいということですから、まあ、そういう理念から言えば、まあ、就職氷河期の方とか、まあ、引きこもりの方なんかにもですね、当然なんとか光を当てていこうとするのはもう当たり前のことだと思っております。はい、どうぞ。犬見の記者に、まあ、鶴岡仁王や、まあ、2020年代令和年代の富山という話でちょっと聞きたいことがあって、したいこともあります。私ちょっと縁があって1月2日に谷本石川県知事の講演会のご例会に行ってまいりました。谷本自身は言われなかったんですけど、周りの、挨拶される方が軒並み、まあ、石川県は日本海側のトップランナーを目指すべきだと、それに向かって2020年代に進んでいこうという、まあ、一人の富山の門としてはちょっとなんというか、まあ、こういうことを考えてらっしゃるんだなというふうに私は感じました。いるがって、まあ、今冒頭知事のご挨拶で文化力を磨いていくとか、今ほどの朝日の武田さんの質問に対しての、その誰一人取り残されない社会であるとか、まあ、あの方向性は当然石川県と違っていいんだと思うんですけども、まあ、2020年代あるいは令和時代富山が、どの道を行くべきかということを改めて新年にあたって一言いただければと思います。うん、そうですね。まぁ、あ、ちょっと石川県の方がどういうふうにおっしゃってるか、そばにいたわけじゃありませんけども。まぁ、あ、今ね、東京一極社地の話とも重なりますが、やっぱり今後の日本という国を考えたときには、やはり東京にあまりにもいろんなことが集まりすぎの一極集中を是正をしてですね、そして、地方が大いに活性化する。それが、まあ、日本国全体のテーマでもあると思うんですね。で、そういう中で富山県は、まあ、地方創生戦略というものも、まあ、国に救ってほしいという働きかけ、多分全国の中でも最も熱心にそういうことを提案して働きかけもした県だと思いますし、で、まあ、私はまあもちろんそういう中でただ富山県が良くなればいいということではなくて、東京一極集中是正するには日本の各地方がですね、それぞれの知性とか強みとかですね、特色を生かして、そして多様なまあ、価値を生み出していく、そういう社会が大事だと思うんですね。ですから必ずしも日本海側でトップだとかそういうことではなくて、むしろ私はそういう意味では地方創生のある意味ではフロントランナーとしてね、評価されるように頑張っていきたいと思いますけれども、まあ、何番目とかなんとかいうことではなくてね、まあ、結果としてそれで全国でもトップクラスの県と言われるようになれば、もちろんなお嬉しいなと思いますけれども、ということでお答えになるでしょうかね。はい、はい。消し物の内と申します。よろしくお願いいたします。国府について2点伺わさせてください。まず1点目なんですけれども、まあ、国府のこの、まあ、新年の抱負というところで、この19年3枚と、あと本格デビュー3年目を迎えるこの20年3枚のですね、各班に向けた目標ですとか、力を入れたいことがあれば、まず伺わせてください。まず、夫婦婦についてはね、本格デビュー2年目ということですけれども、まあ、昨年の夏は、近年の中でもとりわけいろんな酷暑というか、大変気象条件が暑くございましたから、暑さに強いということが売りの一つの夫婦婦でもですね、まあ、大変栽培、いい管理に苦労したということも伺っております。ただまあ、非常に知名度もだんだん上がってきておりますし、それからまあ、人気も確かに出ております。だから特にプロの皆さんにですね、まあ、甘みがあってうまみがあるとか香りがいいとか炊き上がりの艶がいいとかっていうだけではなくて、冷めてもおいしいと言っていただいたのが非常に心強くてですね、
まあ、これをぜひですね、さらに、まあ、栽培面積を増やし、また、栽培する目標も増やしていこうと思ってますけれども、ただ、あまりその先を急ぐんではなくて、やっぱり新しい富山県のブランド米として売り出すんですから、やっぱりしっかりした栽培管理をして、それをかつ農家の皆さんに徹底してもらって、で着実に階段上がっていくということがまだいいだと思いますから、まあもちろん今年よりも来年さらに作付け面積なんか広がると思いますけれども、まあ栽培管理、いろんな技術もスキルももっと向上させてですね、まあいいものにしていきたいなと。また農業の問題で言えば、やはりお米だけ、まあ、ふふふはもちろん大事ですし、またコシヒカリも引き続きもちろんいいものにしていこうと思っているわけですけれども、ただお米についてはご承知の通り、国内の生産量は毎年着実に減っていくトレンドになっていますから、まあ一つにはもちろん、輸出、米の輸出っていうことにも力を入れる。で、これは今日本で、例えば中国への輸出量を見ると、確か500トンぐらいのうち、100トンが富山県のお米ですよね。で、その他に、ウーケさんが作ってらっしゃるパックご飯。あれが、今、現時点の正確な数字は忘れましたけど、まあ、いずれは、確か80万トンぐらいにしたいと思ってらっしゃるように聞いてますから、まあ、日本でトップクラスでお米の輸出も担う県になると思います。ただそれでもですね、まあ比較的国内の、の方が値段がもちろんいいんですが、まあ10アールあたりで、だいたいコシヒカリですと3万3000ぐらいですかね、所得が。それからフフフだとうまくいって4万から4万2000ぐらいだと思うんですね。で一方、例えば、トナミノの玉ねぎはですね、まあ、かつては売上980万ぐらいだったのが、今、190ヘクタール台に増えて、売上が、昨年が 4.1 億円、今年がどうなってるかまだ聞いてません。今年というか1年、今では一昨年になるのかな。で、昨年がいくらになってるかまだ聞いてませんが、数年前は5億円まで行ったんですね。で、4.1 億円でもですね、10R あたりの所得が、だいたい15、6万になるはずですよね。で、そういうことを考えると、まあ、玉ねぎの方はもちろんお米作るより手間がかかるんですけれども、お米だけではなくて、やっぱり、園芸もうまく組み合わせて、園芸の中にももちろん、いろんなものがありますが、なるべく付加価値の高い、収益性の高いものをですね、組み合わせて、そして一定の所得を、農業に携わる人が所得をゲットできると。で、この数字がですね、まあかなり、例えば、この間、ゴールドメダルもらえたアングリーゴールド、八木さんですか、入善の。方のところでは、まあ数字はちょっと言えないんですけれども、何人か専業の、農作業を携わっている方がおられて、そういった方々は、まあ、相当高い所得を獲得しておられますから、まあ、一般的に申し上げれば、例えば、農業所得が350万とか400万だとすると、その倍ぐらい、一人当たりにすると、なってらっしゃるとも聞いてますんでね。まあ、そういうふうになれば、若い人たちが、じゃあ自分も農業やってみようかと。いうことになるわけで、まあ、そういうふうなことを、IoT、あるいは ICT、なども活用してですね、スマート農業を進めることで、もっと全県的なものにしていきたいなと、こういうふうに思っております。で、そういう、まあ、5G 技術なんかもうまく使えるのかもしれませんが、ICT 技術を使うことで、例えば中山間地域の農業にもですね、可能性が出てくる。まあ、労働生産性も上がる。まあ、こういうことにつなげていきたいと思っております。
国府以前の会見でも生産量に対して販売がなかなかついてきて、まあ、足元じゃないという質問が出てたかと思うんですけれども、でまあ、自分もセンタガフと同じ値段で売られてたので、買って今でも一合ずつ食べてるんですけど、毎日。でまあ、こうしたところで、やっぱりそのブランド前競争っていうのが、やっぱり想定より、まあ、厳しかったとか、もしくは、まあ、意外と、まあ、今の販売状況が想定内なのか、今のこの足元の特殊な販売状況が、そうですね、まあ、ちょっと最近の売れ行き細かく聞いてませんが、まあ、どちらかというと、県内は、昨年初デビューで、もの珍しさもあったと思うんですが、それに比べると、売れ行きが落ちてるというよりは、まあ、なんていうか、落ち着いてるという感じなんじゃないかと思うんですね。で、県外では首都圏中心に、まあ、かなり、販売量が増えていると聞いてますし、それから東京などではですね、日本橋テーマ館なんかでもそういう現象があるようですけれども、まあ、割に2キロとか5キロだったかな、小さいものよりも10キロぐらいのものを買っていく人が多いと。ただ県内ですと多少料金抵抗のこともあるとか、割にロットが小さい方を買っていかれる方が多い。で、それはどうしても東京ですと、まあ日本各地のブランド米が出ていまして、値段も相当高いですから、逆に例えば、老舗のある大手のデパートの専門家に言わせると、なまじ低い価格だとですね、なんかこれは一流のブランド米じゃないと思われて、かえって良くないと。だから特別栽培米をもっと作って、むしろそれなりの値段にしてもらった方が売りやすいというご意見聞いてるんですね。やっぱりですから消費地なり、まあ、それは首都圏のどこで売るのか、首都圏でもいろんな場所があると思いますし、それから富山県内ではどうかとか、まあいろいろそのマーケットのね、消費者の、まあ、ニーズとか思考とかっていうのも念頭に置いた販売戦略というのがいるんじゃないかなというふうに思っています。大体よろしいでしょうか。はい、よろしければお願いします。